速稼塾の久保です。今回もね、カルダノのことをちょっとお話していこうかと思います。今日の時点でカルダノ A だって、まあ、70円ぐらいつけてるんですよね。まあ、ですのでプレセールで買った方は3000万円の含み益を持ってるってことになると思います。最小単位で出ますよ。だから2単位買っていったら6000万ね。で、3つ単位買っていったら、これがだから50万ぐらいだと思うんですけども、プレセールで50万買った人って1億円持ってることになりますよね。まさに送り人が史上初乱発される時代になったんではないかなと思います。うん、これはね、ビットコイン以上のインパクトじゃないですかね。はい。それでカルダノの価格がこれで終わるのかというと、そうではありません。こっからですね、カルダノの専門的なアナリストをされている方の話によると、いやいや、次の段階はね、5ドルとか7ドルとかあの辺だよって言われてるんですよ。まあ、ですのでちょっとね、そちらの方をね、一緒に読んでみようかと思います。画面を切り替えます。こちらですね、カルダノアナリストのファン・デ・ポッペによると、ADAの次は5から7ドルになる可能性がありますと。この見出しだけでも十分私たちのね、もう心を躍らせるんですけども、もうちょっと細かく見ていきましょう。2つ書いてますね。カルダノの価格は 1.12 ドルという史上最高値に回復する前に、短期的な修正を受ける可能性があります。要するに、一旦、まあ、押し目を作るってことでしょうね。調整が入るということです。まあ次ですけども、ADA のトレーダーの数は2月に24万5350のアドレスで数年ぶりの高値に上昇します。あ、こんなにいるんですね。はい。それでですね、前提としてこういうことが書いてますね。カルダノは時価総額で4番目に大きい暗号通貨になりました。ADA は2020年11月下旬にまだ 0.09 ドル前後で取引されていたため、急上昇しました。しかし、ゴーゲンの発売が間近に迫ったことで、ゴーゲンは前回話しましたよね。ADA をめぐるセンチメントは非常に強気になり、2018年1月に設定された史上最高の 1.12 ドルを目標としています。ですから、眼前に迫った目標としては、過去の最高値 1.12 ドルですね。これが2018年のことじゃなかったですかね。2018年の1月に最高値をつけて、これからどうなっちゃうんだろうっていうところでね、その年の終わりには、まあ、1000ドルになるんじゃないかなっていうふうな、そんなね、予測を書いたブログもあったんですけども、あれどうなっちゃったんですかね。すごく話題になりましたけどもね。はい、次です。公開時点で ADA の価格は 0.66 ドルで、過去24時間で 5.9% の損失がありました。ただし、週次チャートと月次チャートでは ADA はそれぞれ 90.66% と 114.02% のゲインを記録します。昨年 ADA はほぼ1000% 急増しましたということで、 ADA に関しましてね、随分追い風が来てるんだよってことを話してくださいました。そして今後のですね、 ADA 予測なんですね。この辺は長くなるんで、詳細はですね、サイトの方を読んでいただければと思いますけども、ここに図が書いてますよね。テクニカルの図です。まあ、これはテクニカル分析ができる方でしたら納得できるものになると思いますし、私もね、 FX をやってる関係でこれは大いにあるなと思ってるんですよ。で、まとめのところだけ見てみますね。彼によると、ADA の次の重要な抵抗は 1.12 ドルと 1.17 ドル。これ過去の史上最高値ですけども、中期的には ADA が5ドルと7ドルに上昇する可能性があると予測しているということですね。テクニカル的にはこの5ドル、7ドルっていうのはあるんでしょうね。私はちょっとそこまでは思えなかったんで、もう一回読み込んできてですね、5ドル、もしくは7ドルに上昇する可能性についていくつか見てみようかと思います。そしてトレーダーによると、現在のブルサイクルではカルダノは10ドルから20ドルまで上昇する可能性があり、次の10年で170ドルに達する可能性があるということなんで、ビットコインもね、最初は1ビットでピザを2枚買えただけっていう有名なエピソードがありますよね。それからしばらくして何万倍になったんでしょうね。ピザ2枚っていうといくらですかね。だいたい1枚ピザが3000円だとしても、まあ、1000円としてみましょうか。1ビットが1000円の時代から現在は500万に迫ってますからね。じゃあ500万割る1000って考えてみてくださいよ。いくつになるんですかね。5000倍ぐらいですか。まあ、とてつもない倍率を、まあ、出していると思いますけども、これが ADA でも起きるんではないかなってことですよね。まあ、ADA がね、それほど資金を集める可能性をはらんでいるってことなんでしょうね、きっとね。私もそれにはね、かなり同意しますね。はい、ということでね、ADA の魅力が伝わったと思いますけど、皆さんどういうふうにお感じだったでしょうか。私はこれからもね、この ADA としっかりと付き合っていこうと思いますし、まあ基本的に ADA、持ってる ADA を売るっていう概念はないですから、このままね、
突き抜けるところまで、本当墓場まで持っていこうかと思いますし、まあ決済するのはね、30年後とかでいいんじゃないかなと私は思ってますね。30年後っていうと、ちょうど私の年金世代かな。うん。そうですね、80歳ちょっと前に ADA を全決済して、まあ私その時まで生きてないかもしれませんけどね。いや、どうなっちゃうんでしょうね。でもまあ本当にありがたいことだと思っております。ADA。はい、こんにちは、速稼塾の久保の暗号通貨ニュースでございます。 ADA ね、リサーチして2014年からもう7年になるんですけども、今日ね81円超えてますね。これね、すごいですね。昨日70円とかなんとかで盛り上がってたんですけども、今日80円を超えましたんで、いやー、やっぱりついてきてよかったですね。だって2円3円まで行った時ありましたからね。どうなってんだろう、4円5円に上がったぞとか言ってね、盛り上がってましたけども、まあ今はね、これは40円50円に戻ることはちょっと考えられないですね。うん。これからもっともっと ADA っていうのは、しっかりと一歩一歩プロジェクトが進むにつれて、価格上げるんじゃないですか。うん。まあ100円というフェーズはもう入ってきたんじゃないかなと思いますね。うん。で、この、ADA を持たれてる方がどうやってね、キャッシュアウトしていくのかってことをお問い合わせが前からありましたんで、ちょっと今日はそれを説明していきたいと思います。まあ、まずはですね、この ADA はほとんどの方がダイダルスっていうウォレットに入れてると思うんですけども、まあ、鎧でもいいと思うんですけどね。鎧ないし、ダイダルスから、まあ、代表的なのがバイナンスに移すことじゃないですかね。バイナンスに、まあ、例えばね、10 ADA 送金するわけですよ。うん。で、そのバイナンスで、バイナンスの中で、ADA と BTC とかをね、交換して、で、BTC をコインチェックとか、あとはビットフライヤーみたいな日本のね、取引所に送って、そこで日本円に交換っていう手順が、まあ、最も一般的じゃないですかね。で、他のルートも結構あるんですよ。例えば、海外銀行で、暗号通貨も扱ってるとこあるんですよね。まあ、そういうところを経由するとか、マルチカレンシーな取引所。だからほとんどの暗号通貨を扱っている取引所がありますんで、そこに一旦移して、そこからね、今度はその国の銀行に現地通貨で入れると。で、その現地通貨を日本に送金して、まあ日本円にするとかね、こういった方法があるんじゃないかなと思います。うん。あとはやっぱりね、税金のこととかすごく気をつけないと、ADAなんてのは今80円超えたら、確かね、プレセールで買った人の含み益が、うん、最小単位でも3000万円ぐらいになってるんじゃないですか。10万とか15万で買った人の含み益が今3000万ですよ。3000万超えてますんで、多分これを決済すると、まあ、課税は1500万ぐらいされると思った方がいいですから、まあ、ですんでね、慎重にされてくださいね。で、税金を払わなくてもいいような形にっていうのは考えない方がいいです。やっぱりきちっと納税して、暗号通貨ね、使う人はちゃんとやってるなっていうふうに思っていただかないと、うん、本当にね、別のところで焼けぼっくりの日とかね。あとは、まあ、ごまかしていくことはないんですよ。本当に立派に稼いだわけですから、しっかりと払うっていうのはもうこれ仕方がないですから。うん、本当はね、この暗号通貨も、税制をもうちょっとね、FX とか株みたいに柔らかくしてもらって、で、やっぱりね、私たちの手元に、まあ、資金が残るといっぱい使えるじゃないですか。うん、だからその、使うっていう消費活動によって世の中を豊かにする、そういうふうな、インフレターゲットに貢献できると思うんですけども、課税されたらね、だから使ってないのに目減りするんで使わなくなっちゃいますよね。デフレが進んじゃいますんで、これはちょっとお願いしたいなと思います。うん。誰にお願いするかっていうと、やっぱりね、金融庁ですよね。暗号通貨、暗号資産への課税をちょっと柔らかくしてくださいと。これあんまりだよって話ですよね。2017年だったかな。急に12月ぐらいにパパッと決まりましたからね。まあこれだと日本で決済してくださる方って減れるんじゃないですかね。まあ、海外のドミニカかなんかね、ドアンゴ共和国かなんかわかんないですけども、それ聞いたこともないところで、現地通貨にして、そしてもう日本円にはしないみたいなことが起きちゃうと、そういうふうなタックスヘイブンの国がものすごくね、資産を増強するってことにもなるし、さすがにこれだけ儲かると引っ越す人も出てきますよ。だって当時 ADA ね、50万とか100万買ってた人って完全送り人ですからね。まあどうなるんでしょうかね。皆さんは ADA どういうふうにお考えでしょうか。で、本日は以上です。
カルダノがね、値段をどんどん上げていって、人によってはですね、5ドルとか7ドルに向かうんではないかなっていうふうな分析をする方もいます。まあ私たちはね、そういった未来の予測も大事なんですけども、ちょっと足場を固めるために、もうちょっと今回はね、スケーラビリティについて問題を考えていこうかと思います。まあビットコインでトランザクションと言われる取引データが集中すると、まあ、処理が間に合わなくなって、決済とか送金の処理速度が落ちる上に、取引手数料が高くなってしまうっていう問題があるんですよ。これがスケーラビリティ問題と言われています。まあ、ブロックチェーン技術では避けられない課題の一つなんですよね。まあ、ビットコインっていうのは、一ブロックの上限が1メガバイトであるために、すぐにブロックの容量が満タンになって、データの処理速度が低下してしまうっていうことがよく起きてました。スケーラビリティ問題は改善してアルトコインも登場しているんですけども、暗号通貨がより社会に浸透するためには、この問題は絶対に解決しないといけないですよね。まあ、このスケーラビリティ問題がどういうふうな解決を見せるか、マイナーというね、発掘者や専門家の間で議論が重ねられてきました。例えば、2020年の1月、日本銀行がスケーラビリティ問題の改善技術に関する調査論文を発表してるんですね。で、スケーラビリティ問題の解決方法ってのは4つ提起されています。1つ、ブロックサイズの上限をもうちょっと上げていきましょうっていうことが1つ。2つ目、ブロックに書き込む取引データを、じゃあ暗号化かなんかで縮小できないかなってことですよね。これは1つ目と反対の考え方です。3つ目、ブロックが生成される時間を何とかして短縮すればいいんじゃないかなって考え方です。そして4つ目がブロックチェーンの外で処理を行ってしまおうというね、奇想天外な方法ですよね。で、これを一つずつこれからお話していきます。まず1つ目、ワンブロックサイズの上限を上げるとどういうことが起きるかってことなんですけども、まあ順を追って説明しますね。ブロックサイズの上限が処理速度アップの妨げになっているために、ワンブロックサイズの上限を上げて、スケーラビリティ問題を解決して、処理するトランザクションの数を増やそうという方法なんですよね。もうすでにね、これ言っただけで、ちょっと頭がこんがらがっちゃいそうですよね。まあ、単語レベルでよく理解できてないと、こうやって文章読んでも、なんやそりゃってことになっちゃいますね。まあ、話続けさせてもらいます。まあ、しかしですね、上限を上げると、マイニングに対する負荷が大きくなってしまって、規模の小さなマイニング業者さんっていうのは暗号通貨の市場から撤退する可能性があるんですよ。で、大規模にマイニングを行っている業者が利益を独占するっていう風な問題が起きてくるんですよね。またワンブロックサイズの上限を上げるためにはハードフォーク、仕様の変更っていうのが必要になってきます。ハードフォークって聞いたことありますよね。ハードフォークの後っていうのは従来の暗号資産と互換性がなくなるために全く新しい暗号通貨が誕生したというケースにもなっていきます。例えばね、ビットコインキャッシュっていうのはビットコインのブロックサイズを拡張してハードフォークによって誕生した暗号通貨です。私は当時ね、こういう風に改善されたビットコイン、なんですけど、ビットコインキャッシュなんで、こっちの方がまあ本物のね、ビットコインっていう風に呼ばれるんではないかなと思ったんですけども、相変わらず元祖ビットコインはビットコインですよね。で、二つ目です。ブロックに書き込む取引データを縮小するという方法があります。セグウィットという圧縮技術を用いてトランザクションを縮小して同じブロックに書き込める取引データの容量を増やそうっていう方法ですよね。すでにビットコインでは採用されて、2020年1月時点で 66% ほど普及しているというので、こちらの方が最初のアイデアよりも現実的だったってことですよね。で、3つ目です。ブロックが生成される時間を短縮してしまおうということですよね。ビットコインは約10分の1のペースでブロックを生成してるんですよね。で、5分の1や3分の1のようにブロック生成時間を短縮してスケーラビリティ問題の解決につなげようという方法がこれです。合意を得ればブロック生成時間を短縮する技術は実装可能になると思われます。しかしですね、ブロックチェーンが枝分かれして、二重払いなどのトラブルを招く恐れがあるんですよね。で、さらに、脆弱性が高まるという問題も抱えているために、合意を得るのは、現実的には困難だということが三つ目のアイデアです。ちょっとこれは外れそうですね。じゃあ四つ目の方法は何でしょうか？それは、ブロックチェーンの外で処理を行うという方法です。ブロックチェーンの外で処理を行って、取引の一部をブロックチェーンに書き込むという方法はいかがでしょうか？ブロックチェーンに書き込む処理速度が減るために速度が一気に上がります。この方法はライトニングネットワークとかサイドチェーンと呼ばれて、暗号通貨の
エレクトラムへの実装が進められております。聞いたことない言葉がまた出てきますね。だからね、暗号通貨って理解が難しいんですよ。まあ、ただしね、この方法、脆弱性が指摘されていて、セキュリティに関わる問題を抱えてるんですよ。ですから、この4つ目の方法も実装は難しく、普及が進んでいるとは言えないんですね。で、またね、ビットコインのライトニングネットワークを実装するためには、ハードフォークがやっぱ必要になってくるんですよ。ビットコインが分裂する可能性があるので、なかなか実装できないというのが、最後の問題になってきます。ということですね。なかなかスケーラビリティ問題ってのは解決できないんじゃないかなっていうことで結論付けられますね。いやー、なんかいろいろと勉強になりますね。どうでしょうか。ADA についてはどのぐらい理解できたでしょうかね。で、最後にですね、ADA を購入するための取引所をちょっと一覧でパッパッパッとお話して終わっていこうかと思います。まずは世界最大の知名度を誇る、まあ、最大の取引所、中国、バイナンスですよね。こちらの方はいかがでしょうかってことでございます。で、二つ目はですね、アメリカの大手、ビットトレックスです。もう私もビットトレックス一番最初使ってましたね。最近なんか、ホームページ更新されて使いやすくなりましたよ。セキュリティもなかなかいいんじゃないですか。そしてですね、アメリカの大手、先ほどのビットトレックスと双璧をなすとも言っていい、クラーケンですね。クラーケンもなかなか影響力のあるところですよ。2013年創業の老舗と言われる取引所です。まあ、日本への参入も検討中なんで、早く日本でもね、ジャパンクラーケンができるといいなと思ってます。で、BTC の流動性が安定して、すごく多いんで、使いやすいかなと思ってますね。で、あとね、まあ、エイダコインの海外取引所の買い方とか方法がありますけども、その辺はまた別の機会にお話ししましょうか。まずはコインチェックで、相場、口座を開設して、そしてバイナンスで口座開設をするというようなね、二つの口座開設が求められるかと思います。その他ね、まあコインチェックじゃなくてもいい、良かったりするんですけども、ビットトレックスとかでもね。で、英語のわかる方は直接海外の取引所で口座作った方がいいです。日本のこういった暗号通貨の取引所って手数料高いんですよ。だからね、ものすごく持ってかれちゃいます。例えばね、エンジンっていうのが最近コインチェックで上場しましたけども、ここで10万円分のエンジンっていう暗号通貨トークンを買おうとすると、5000円が手数料なんですよ。だから買った瞬間に5000円損して9万5000円しか入ってないんですよ。これじゃあね、売るときにも手数料かかりますしね。往復ビンタですよ。ということで本日は以上です。ちょっと注目して放送してみようかと思います。現在価格が 68.40 円ですね。さっきの放送を終えてからまた上がりましたね。現在は2021年2月7日の朝7時9分になります。いや、カルダノエダとの付き合いっていうのは私ね、本当長くって、一番最初に手にした通貨がこのカルダノエダプレセールだったんですよ。当時まだビットコインっていうのもよく知らない時に、そして知られてない時に、まあ詐欺なんじゃないかなっていうね、そんな気持ちもして買ってみたわけなんですけども、やっぱりね、ネットワーク系の人から紹介されると何でもかんでも怪しく見えちゃいますよね。まあでもね、数あるなんか商品の中から本物っていうのがたまにあるんですけども、その一つがこれだったのかなと思います。まあ当時ね、チャールズ・ホスキンソンさんという方がまあこの日本にいらっしゃって、まあ私もお会いさせていただいたんですけどもね、非常にユニークな方で、かつね、賢い方でしたね。まあ、日本語は理解されてなかったんですけども、私が身振り手振りで思いを伝えると、まあ、反応してくださってね、いろいろとユーモアで交わしてくださったかなっていう思い出があります。現在、カルダノエーダ、プレセールで買った方は、大体ね、40万枚エーダを持ってると思うんですよ。とすると、今の価格で2736万円ということになりますので、まあ、すごいですね。ちょっとした、まあ、お金持ちってことになります。で、100万円ぐらい買った方っていうのはもうね、2億円、3億円ぐらいになってますんで、ハッピーエンドで、年収が、生涯年収ぐらいになるのかなと思いますけどね。じゃあちょっと下の方行ってみましょうか。ADA の支持っていうのは 92% になってます。
まあここまで来るとね、本当そう思います。特にこの24時間の給湯ってのは凄まじいですよね。これを1週間7日にしてみますね、変わんないですね。30日行ってみましょうか。30日だとずっと40円前後で推移してたのが一気にフェーズを変えて60円70円に入ってきたことがわかります。そして90日なんですけども、これもあんまり変わんないですね。108日マックス行ってみましょうか。マックス行くと一番高い時が125円超えてますんで、今ねちょうど半値戻しっていう形なんですよ。で出来高の方も最近ねすごいあるでしょ。でジャナリー18だから昔のを出来高に比べてちょっと下の方切れちゃって見えてないんですけどもね、出来高もかなりあるんですよ。まあ、出来高がかなりあるってことは、まあ利用されてるってことなんですよね。売買に激しく利用されてるってことですから、まあ、実体通貨並みの出来高を出してきてるのかなってことですよね。このまま75円前後から100円のあたりまで行くんじゃないかなと思いますんで、エイダの方ねこれからも注目が必要になってきますよ。まあ、暗号通貨ってのはなかなか難しいんですよね。でエイダみたいに値上がりするかもしれませんよっていう触れ込みでいろんな ICO がありましたけど全部嘘ね、今はどうしてるんだみたいなね、有名なので言うとねノアコインとかねありましたけどもね、今は話題にも上らなくなっちゃいましたね。ノアコインとかねガクトコインっていうのありましたよね。でノアコインってちなみにあるのかな、まだノアコインね見ないですね。フォービートークン、バイナンス、アイオタ、ないじゃないか。どうなっちゃってんだろう、ちょっと見当たらないですね。69位にもないです。100以内に入ってんのかな。クオンタムなんてこんなとこ行きましたよ、82位。まあ順位決戦ではないんですけども、さすがに上位には入っといてもらいたいな。ないですね、100位漏れしてますね。あれだけ有名なのにノアコイン、もう実態を成してないってことなのかな。ガクトコインもないですね。何でしたっけ、スピンドルでしたっけ。軒並み上位コインっていうのは右の方見てください、緑でしょ。赤っていうのはあんまりないですよね。赤がだから値上がりしてないやつです。緑は全部値上がりしてるやつですよね。めったにないんですよ、下がってるやつとか現状維持っていうのが。ほとんど暗号通貨当たってるって感じですよね今。101以下オーシャン、バージ、知らないのばっかりだ。リスクってこんなとこありますよ、リスク、リスクが高いですね。ゴーレムねあったな。なんかこうしてみるとね、私も相当ね暗号通貨アルトコイン一つ一つ解析してったんですけども、なんか知らないコインが上位に潜り込んできて、あれほどね繰り返し銘柄を叫んだコインっていうのが100以下に叩き落とされてますね。暗号通貨下克上って感じでございます。ちょっとノアコインないな、ないですね、はい、ないです、はい。残念ながらノアコインを発見することはできませんでした。どこに行っちゃったんでしょうか。ノアコインをね強烈に私に勧めてくださった方、今どこでどうしてますか。私は悲しいですよ、直前で買ってしまった私がね、悲しいです。かなり買っちゃいましたからね、10ビットぐらいを決済して買いましたからね。まあまあいいですよね、10ビットそのまま残しておけば今なーっていうところありますけども、これが投資ですよ、なくなっちゃうもんなんです。ということで本日は以上です。ありがとうございました。エイダに幸あれ。暗号通貨急上昇ですね。今回は私の大好きなね ADA についてちょっと話しているものがあります。前回に引き続く内容で ADA を詳しく知るために、そしてビットコイン暗号通貨全体を知るためにどうしても押さえておきたい内容なので、よろしかったらご覧ください。それでは画面切り替えます、どうぞ。こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私も体のエダ大好きなんですけども、懸念点が全くないわけではないんですよ。むしろですね、プロジェクトというのはこうしたユーザーの懸念点をどのぐらい克服してくれるかなってことに、まあ追加購入の意思っていうのが分かれると思います。例えばですね、懸念点の一つ、暗号資産、まあ仮想通貨ですけども、この規制についての課題っていうのはね、これは消えることがないんですよ。今いきなり暗号通貨の規制がこの日本で行われたら、すべての私のね、資産っていうのは、なくなったも同然になってしまう。もしくは他の国に居住地を移さないといけないってことになって、大きなハードルになりますよね。これ皆さんでもね、考えることがあると思うんですよ。
仮想通貨への規制は各国で大きく異なっているんですけども、日本は仮想通貨の規制が比較的進んだと思います。ルールを守りながら、こういった暗号通貨を利用しようという、そういうふうな姿勢ではないかなと思います。まあ、ですので基本的には、金融庁の、まあ、管轄しているコインチェックとかね、ビットフライヤーとか、こういったところを使いながら取引をして、そしてその取引履歴をもとに課税を受けるなら、特に大きな問題はないでしょう。ただ、やっぱりね、日本のこういった、暗号通貨の取引所っていうのは、手数料高すぎて、ちょっとね、あまり美味しくないんですよね。これが一つですよね。で、中国とか韓国はどうなんでしょうか。仮想通貨への規制はかなり厳しいです。特に中国は、この暗号通貨を持ってるだけで、まあ、重罪になったりね、時には、まあ、極刑になったりするのかもしれませんし、その辺詳しくはわかりませんけども、基本的にはちょっと取引がなかなかできないっていう方向ではないかなと思います。こういった禁止ですとか、暗号資産取引所の廃止など、こういうのが目立ってますよね。まあ、しかしですね、暗号通貨の規制は必ずしも価格の下落につながるかどうかっていうのは昔のようにはね、数年前のようには限らないんですよ。規制をするってことは他の規制されてない国に振り分けるってことにもなりますんで、出来高自体は一瞬ね、下落することがあっても、やっぱり正常値に戻ることが考えられます。規制してきちんとルール整備をすれば投資家が参入しやすくて価格の上昇を招く可能性もあるわけですよね。で、アメリカとかフランスなどは世界共通の安定的な枠組みを作るべきだというふうな姿勢で動いております。2019年の大阪で行われた G20 サミットでは、マネーロンダリング及びテロ資金供与への対策のための仮想通貨や関連業者に対する新基準という適用が承認されました。まあこれはあった方がユーザーのためにもなると思います。またですね、国際社会でこういった暗号通貨における共通の枠組みを作るために新組織もまあいくつか立ち上がってるってことですよね。ただですね、この暗号通貨を全面的に禁止しようとするという規制では ADA コインの価格が上昇せずに浸透もしないと言えるんですよ。マネーロンダリングや詐欺などの犯罪を防ぎ、投資家の保護をするための規制なら ADA コインが浸透する可能性随分あるんですよね。まあですんで ADA コインっていうのはあくまでも犯罪を抑止するものではなく、犯罪をね、奨励するものではなくて、そして犯罪を抑止するものでも積極的にはないんですよ。どちらかというと、本当にね、まだ身分がなかなかね、持てない人、こうやって銀行口座とか、身分証明書が持てない人のために作られたものなんで、どちらかというとですね、言ってみれば弱者のための政策であるんですよ。犯罪をするようなね、ちょっとね、頭のいい人とか、自分の権利を主張して、ルールを守らない人とかには、あんまりADAコインというのは向かないのかなと思いますしね。で、暗号通貨の規制は各国で違うんで、今後も世界各国の動きを私たちはチェックしなければなりません。規制の内容次第ではADAコインの価格上昇も期待できるわけなんですよね。で、次なんですけども、やっぱりね、セキュリティについての課題ですね。これはダイダロスをはじめとする鎧という暗号通貨、特に ADA に関係したところでは、かなりね、信頼が置けるんではないかなと思います。で、暗号通貨を支えるブロックチェーン技術は不正や改ざんに対する耐性が強くて、セキュリティは大変高いと言えるんですが、でも今までもね、コインチェックの盗難騒ぎとかありましたし、まあ、いろいろとね、問題あるんですよ。で、イーサリアムのプラットフォームで開発されていたスマートコントラクト、DAO にバグが発見されて、資金の3分の1以上にあたる52億円が盗まれるという事件も起きてますよね。また、ビットコインの 51% 問題も忘れてはならないところです。これは特定のグループが全体の 51% 以上のマイニングを行うと不正取引も承認できてしまうという問題なんですよ。要するにですね、分散型のプラットフォームなんで暗号通貨ってのは多くの人がこれはいいんじゃないのって認めたらそれは通ってしまうんですよ。不正であっても。まあですんで中央集権ではなくて分散型でですね、ユーザーのみんなで認めていきましょう、否認していきましょうっていう、そういった暗号通貨では、じゃあ過半数の人がね、不正を扱う人が過半数に参入してしまったら、その通貨はいかようにもね、いいも悪いもなく運用されてしまうってことなんですよね。ただ現実的には特定のグループが 51% 以上のマイニングをすることは不可能とは言われています。ただ警戒しないといけないっていうところでは、この辺は無視できないかなと思いますよね。で、マイニングは個人参入が困難で、業者が組織的に行っているっていうのが現状なんですよ。で、マイニングでビットコインを獲得するためには、性能の高いパソコンを何台も揃えて、設置場所、もう膨大なね、土地がいるんですよ。電気代とかもかかりますしね。そういったものを確保する必要があります。コストを考えると、この計算処理を 51% キープするっていうのはメリットがほとんどないのかなって言えるんですよね。
で、取引所の安全性なんですけども、この辺にもね、やっぱり今回は注意を喚起したいと思います。暗号通貨の取引所っていうのは、ハッキングや詐欺などの問題をいつも抱えてるんですよ。過去にビットポイントっていうところはね、ハッキングにあって35億円相当の暗号通貨が不正に流出してしまいました。あのバイナンスもですね、ハッキング被害で44億円のビットコインを失ってるんですよね。で、ご存知、コインチェックは史上最大580億円というね、巨額のネームを盗まれてしまって、未だに返ってきません。まあ、他にも複数の取引所が不正流出や盗難にあってるわけなんですよね。各取引所は当然ながらハッキングや盗難を防ぐ対策を始めているんですけども、100% 安全と言える対策っていうのはね、まだまだ遠いわけなんですよ。極力 100% に近づくようにセキュリティ対策を続けるしかないというのが現状です。まあ、例えば銀行では昔よりも強盗の数が減ってるんですよね。金融機関の防犯対策が強化されたために、昔に比べると銀行強盗は割に合わないってことになってきます。まあ、日本でも銀行強盗ってドラマの中でも聞かなくなりましたよね。取引所のセキュリティ対策が強化されれば、ハッキングは詐欺や割に合わなくなってきて減少するかもしれないですよね。要するに犯罪を犯すほどのリスクを犯すほどの旨味がないと思えれば犯罪にはならないってことなんですよね。はい。ではもうちょっと、問題を深掘りしていきましょうか。ちょっと難しいですよ。スケーラビリティって問題があります。これはですね、詳しくは次回に譲りますけども、触りのことだけ説明しておきます。ビットコインはトランザクションと言われる取引データが集中すると、処理が間に合わなくなって、決済や送金の処理速度が落ちる上に、取引手数料が高くなってしまうっていう問題があります。これがスケーラビリティ問題と呼ばれて、ブロックチェーン技術の、やっぱ一つのね、反作用なんですよね。ビットコインっていうのは、ワンブロックの上限が1メガバイトであるために、すぐにブロックの容量が満タンになって、データの処理速度が低下してしまうっていう問題があります。こういったのでね、頭を悩ませる業者さんとか個人も多かったわけなんですけども、スケーラビリティ問題を改善したアルトコインも登場してるんですけども、暗号通貨がより社会に浸透するためには、こうした問題を解決しなければならないでしょうね。スケーラビリティ問題の解決にあたり、マイナー、それはね、採掘者ですね。専門家の間で、議論が積み重ねてきています。例えば2020年1月、日本銀行がスケーラビリティ問題の改ざん技術に関する調査論文を発表しているわけなんですね。まあ、この辺からちょっと次回に譲りますけども、まだまだね、私たちは暗号通貨ビットコインに対して、そしてエーダコインに対して学ばなければならないことがたくさんあるということです。なんせ新しくできたマーケットなんで、専門家とされている人でもほとんど知らないっていうのが現状です。それは類に及ばず、私もそうなんですよ。だからね、こうやって一緒に学びながら進めていきましょう。で、本日は以上です。速稼塾の久保です。今回はですね、暗号通貨の中でも私のね、肝入りの ADA、 カルダノエーダについてちょっとお話ししておきます。これからカルダノエーダがどういうふうな裏付けを持ってね、どのぐらいまで価格が上がっていくのかってことを私なりに考えていることをね、お話ししようと思います。まあ、ADA っていうのは私ね、もう今年ぐらいに決済しようと思っていたんですけども、ちょっと考えが大きく変わりまして、まだまだホールドしていこうかなと思います。まあ、その理由は2つあって、1つはですね、 ADA を決済しないと困るような資金状態でもないからなんですよね。むしろ別の暗号通貨を買い増してもいいくらいな感覚でおります。もう1つはですね、やっぱり ADA の将来性ですよね。カルダノADAってまだまだこれからが本領発揮すると思うんですよ。その辺について今日はお話していこうかと思いますので、ちょっとね、画面の方切り替えていきましょうか。ご覧いただいているのがカルダノADAのイメージになりますけども、こちらの方が値上がりすると考えられている、私が考えている理由をね、まあ何点かに絞りましたんで、ちょっとお話していきます。まず一つ目なんですけども、まあ新規取引所への上場っていうのが、やっぱり地味にですね、どんどん広がっているんですよ。で、このカルダノADAの存在意義っていうのは、チャールズ・ホスキンソンさんが最初の方で語られていました。テッドっていうね、トーク番組のプログラムで語っていたのを私も非常に感動したんですけども、世界には身分証明書がなくって銀行口座すら開設できない人が30億人もいるんですよね。日本人はみんな、ほとんどの方が銀行口座を1つ以上持っていて、多い人は10とか20とか持っている場合もあります。でも世界では銀行口座が作れない、身分証明書がないよって方が30億人いるんですよね。で、今回のカルダノADAっていうのは、そういう方にも口座を持てるように30億人が使えるウォレットというふうな概念でスタートしたわけですよね。で、ADA コインが、ADA コインっていうのはちょっと言い方変ですよね。カルダノの ADA っていうのはね、ADA って言えば ADA コインのことですからね。新規取引所へ上場すると時価総額が高くなり、世界に浸透しやすくなるわけですよね。で、普及が進めば日常的に利用する機会が増えていくということで、昨今の出来高を見ていくとね、本当にね、売買が盛んに行われている状態がわかります。買って、ホールド、
ガチホってやつは出来高が動きませんので、ただ買っただけってことになりますので、マーケットには反映されにくいんですけども、でもやっぱりね、盛んに流動されているっていうところが価格の信用につながって、さらにね、売買が進むと思います。で、全く使われてない暗号通貨って、結局売りもされてないし買いもされてないから、売りに出しても買う人いないし、買おうと思っても売ってくれる人がいないっていうふうなミスマッチが起きるわけですよね。で、カルダのエーダに関しましては、いつでも買えるしいつでも売れるっていう状態が続いてます。特にまだまだね、買いたい人が増えると思いますので、今価格がね、急に上がってるところなんですけども、まあ今ね、67円とかになってますけどね、昨日54円ぐらいだったんですけども、1日でこれぐらい変わるわけですよ。まあ、ですので5000円でも1万円でも買える方は買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、価格上昇の理由その2なんですけども、まあ、エダコインのロードマップっていうのは5つの段階に分かれてるんですよね。現在ですね、2021年の2月7日の段階でバイロンが終わり、シェリーが終わり、ゴーガンにまで達してるわけなんですよね。ロードマップの段階が進むにつれて、エーダっていうのは技術とかセキュリティの性能が高まって価格が上がるというふうにされていますけども、その通り順調に上がっております。こういうふうなね、正確なロードマップ、そして細かく練り上げられたホワイトペーパー、そして何よりもですね、チャールズ・ホスキンソンさんの活動がですね、このエーダってものの信憑性、信頼性を高めているといいます。またダイダロスっていうのはビットコインにも対応可能なんですよね。ダイダロスと合わせてエーダへの注目度アップで期待できるということで、どんどん値段も上がるんじゃないかなと思いますね。そして次のポイントですけども、エーダの今後将来の価格を予想する際に見るポイントなんですけども、世界各国の暗号資産、仮想通貨を規制する動きも見ていかなければなりません。せっかくね、値段が上がっても規制されて使えないでは意味がないですからね。で、エーダをはじめこういった暗号資産、仮想通貨っていうのは注目が集まっている中、規制の動きもどんどん進んでるんですよね。2020年1月11日に北京にある金融監督管理局の、こちらの方はですね、中国で暗号資産、仮想通貨の取引は認められないっていうふうに語り、まあ、波紋を呼んだのは、まあ、記憶に新しいところかなと思いますけども、 G20 っていうのもありましたよね。こちらの方では暗号通貨のリスクを考慮して国際的に規制する動きを始めていこうかということで強調したわけなんですよ。まあ、日本でも暗号通貨の規制が進み、2019年の5月31日のことですけども、金融商品取引法の改正法が成立してしまいました。金融庁の報告書には暗号資産、仮想通貨の規制強化が盛り込まれたわけなんですけども、これは今でも進んでいます。世界各国で暗号資産が規制されると価格の下落につながるかもしれないんですよね。で、今後の動きに注目していかなければなりません。やっぱりどんなことにもね、リスクはあるものです。そしてですね、感染症騒動ですよね。現在のコロナですけども、こちらの収束後のことについてお話ししようと思います。コロナの収束後、エーダコインなどの暗号資産は存在感を増すというふうに考えられているんですよね。エーダをはじめ暗号資産は無国籍通貨といいまして、どこかの国に属しているわけではないんですよ。まさにフリー通貨なんですよね。様々なサービスのオンライン化が進んでいるため、暗号資産というのはネットショッピングやネット取引などで活路を開いて存在感を増していくんではないかなということですよね。例えばペーパルですとかね、それからアマゾンとかアップルとか、こういうものの取引に何らかの暗号資産が使われるとなると、これは冗談じゃなく進むんではないかなと思います。またコロナショックの影響で金の価格が高騰して最高値を更新したわけですけども、同様に現在ね、エーダも資産として注目を浴びて値段をぐんぐん上げているところなんですよね。で、自国通貨の流通が不安定な新興国はすでに暗号資産の利用需要を高めているという現象もあります。そこにこのカルダノがもしかしたら根付いていくかもしれないですね。で、エーダの今後将来の予定などロードマップをもう一回まとめてみましょう。まあ、バイロンっていうのが一番最初に始まりました。基礎っていう意味なんですけども、カルダノの公開、取引所の対応が主に行われております。そしてシェリーっていうのは分散化の作業です。このシェリーの段階ではダイダロスの拡張機能を行ってですね、機能拡張を行ってですね、セキュリティ対策の強化や使いやすさの改善が進められました。非常に使いやすいですね。で、エーダの特徴である量子コンピューター対策はシェリーから行われているということで、今実装済みということになります。そしてですね、スマートコントラクトっていうのが現在、ゴーガンで行われてますけども、サイドチェーンとかね、スマートコントラクトの実装を行ったということでございます。これから向かう世界っていうのが第4世代のスケーリング、場所ってやつですね。体の安全性や拡張性、パフォーマンスなどの改善を予定しているということで、ここで体のっていうのを爆上がりするんじゃないかなと思われてます。そしてガバナンスですよね。
ボルテールっていう最後の5段階目がありますけども、これね財務モデルの導入を予定してるわけなんですよ。ただし具体的な計画は公開されていないので、何が待ってるかっていうのはもうちょっとね見ていかないと分かんないところかなと思います。でブロックチェーンおよびコミュニティの持続や自立を保障して ADA を安心して利用できることを目標に掲げているわけなんですよね。さあそれではね、 ADA の話はまだまだ尽きないわけですけども、今回は以上のような形でまとめさせていただきます。ありがとうございました。ADAについてちょっとお話しさせていただきます。 ADA ね、今2021年2月8日の段階でこれ71円なわけですよ。この価格急騰っていうのはどこにあるのか、そしていつまでこの価格急騰は続くのかっていうことをね考えながらお話していきます。それではよろしくお願いします。まずおさらいなんですけども、 ADA が今ねどのぐらいのステップを通じてきたのかってことを振り返っています。まずは第1期バイロンっていうところで基礎を固めました。バイロンの段階ではカルダノの公開と取引所の対応が主に行われたわけなんですけども、パート2ではねシェリーという分散化が行われたんですよね。でシェリーの段階でかなりの、ね、資金が入ってきました。この ADA に期待する方が多かったんでしょうね。そりゃそうですよね。第1段階がきっちりとリリースされた状態で、実現したわけですから、これはね第2部もうまくいくんじゃないかなというふうに見るのは確かだと思うんですよ。このシェリーという段階ではダイダルスの機能拡張が行われました。まあ主にはセキュリティ対策の強化ですよね。こちらの方とスケーラビリティ、使いやすさの改善が行われたわけなんですよね。ADAコインの特徴である量子コンピューター対策っていうのがこのシェリーから行われたと言われております。で3つ目の段階、スマートコントラクトというね、また聞き慣れない言葉がたくさん出てくるんですけども、ここではねゴーガンというステップになります。ゴーガンではサイドチェーンですとかスマートコントラクトの実装を行ったわけなんですけども、このサイドチェーンとかスマートコントラクトっていうのは別で説明した動画がありますので、そちらをご覧いただくか、まあ検索してね軽くおさらいしておいてください。第4段階目スケーリングですよね。これはね場所と言います。場所という段階です。ここではですねカルダノの安全性や拡張性、パフォーマンスなどの改善を予定しておるわけですけども、これからこれが始まってくるということですよね。そして最終段階はついにガバナンスという、ね、ところに、到達するわけですよ。ガバナンスというのは全、統治機構を整えるわけなんですけども、これをねボルテールと言います。このボルテールでは財務モデルの導入を予定しているわけなんですけども、具体的な計画はまだ公開されてないんで、ね、私もお話することできないんですよね。でブロックチェーンおよびコミュニティの持続や自立を保障して ADA を安心して利用できることを目標に掲げているということで、このガバナンスのね、部類に来るとボルテールまで来ると、まあ、価格っていうのはね、まあ、今よりもそのだいぶ上がって今ね70円だとすると、これがね、まあ、700円どころじゃなくてね1500とか2000とかあの辺に来るんではないかなと思うんですよね。でこれからADAが目指すものとしては、まあ、いくつかあるわけなんですけども、今日は2つだけお話ししていきましょうか。1つ目の市場流通の話なんですけども、これは私たちも期待するところですよね。このカルダノのADAを提供しているカルダノ財団というところは、日本やアメリカなど世界各地でミートアップを開催しています。まあ、業務提携にかなり前向きなんですよね。特にチャールズ・ホスキンソンさん、細かく動いてらっしゃって情報発信もものすごくしてくださいます。で私が紹介するのは渡辺瑞香さんのね翻訳系 YouTuber の方の動画なんですけども、すごくね私も取り上げさせてもらっています。こちらの方をご覧いただければかなりね体の方が分かってくるんじゃないかなと思います。そして ADA を単なる投機だけではなくて、産業や商業、流通といった分野と提携して市場流通を図るのがミートアップの趣旨だと言えるんですけども、皆さんもねこのミートアップに何回か参加したことがあるんではないかなと思いますし、もし参加したことがなければねチャンスを探してもらいたいと思います。はい、それで2018年の5月9日にはカルダノ財団の開発機構であるエマーゴが韓国最大手のモバイル決済プラットフォームメタプスプラスとの業務提携を発表したのは結構ね大きなニュースだったと思います。
市場流通を図るためにも業務提携には今後も注目していっていただきたいかなと思います。この業務提携が次々とね、公開されるに従って価格はどん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 上がってきて、で流通性も増すんではないかなってことですよね。で今回お話しする2つ目のことなんですけども、まあ、暗号資産、これは仮想通貨ですよね。これ第2の基軸通貨になり得るっていうことだと思うんですよ、もちろんビットコイン、BTC があってイーサリアムがあるのは確かなんですけども、このカルダナっていうのはね、現在コインマーケットキャップで、ナンバー3とか4に位置づけているわけなんですけども、この ADA っていうのはそのまんまビットコインと肩を並べるか、いやいやビットコインよりも存在意義を増してくるんじゃないかなっていうのがこの、第2段階のお話なんですよね。日本の携帯電話キャリアは暗号資産にあまり積極的ないためね、暗号資産決済は普及していないということですね。まあ、暗号通貨でね、携帯の決済ができるようになったら一気に、ニーズは増すんですけどね。で一方ですね、メタップスプラスの本社がある韓国は世界有数の電子マネー大国なんですよね。で暗号資産、この仮想通貨の投資にもかなり積極的です。将来的に暗号資産、仮想通貨は世界各国へ、浸透すると思われます。この暗号通貨に可能性を感じて大きな期待を捨てているのが韓国と中国なんですよね。いやいや待てよと、中国は暗号通貨を規制してるんじゃないかなって声もありますけども、そういったところも確かにあるんですよ、中国の屋台とかではね、でもですね、暗号資産で決済するところもあるんですよ。 QR コードを見かけたこともあると思うんですよね。で私が知るところ、取引所の口座を開設した農家の方もいらっしゃるということでね、まあそういうところにまでね、実は暗号通貨というものは流通させているんだろうなと思います。もちろんね、ビットコインを中国から排除したいみたいな動きもありますし、ちょっと複雑なんですけどね。はい、でしかしね、これがちょっと今回お話したいことなんですけども、中国政府っていうのは暗号通貨が中央銀行の機能低下や破綻を招いていくと懸念してるんですよ。中国政府が国民の資産を管理できなくなることを恐れて、暗号資産の取引の禁止及び暗号通貨の取引所の廃止を行ったんですよね。これがまた大きなチャイナショックと言われております。韓国は暗号通貨に積極的な姿勢を見せて、国民の 60% 以上がビットコインを所有しているとも言われているんですね。メタックスプラスの上場に伴い、韓国でエーダコインが流通すれば、エーダコインの価格にも影響を及ぼすということで期待が高まっております。まあ、リップルが有名な取引所に上場した際に高騰したのは、皆さんもね、覚えていることだと思います。それからね、リップルってのは人気をかなり高めてきたわけなんですけども、エーダはリップルのチャートと動きが似ているというふうに言われているところもあって、まあ、あんまり根拠とはね、言えなくもないんですけども、テクニカル的には同じ理屈で高騰するというふうに期待が持っています。韓国から支持を得ているエーダは、リップルと似た位置づけになるとも考えられており、今後エーダコインは暗号通貨、第2の基軸通貨を目指すんではないかなと思います。で、チャールズ・ホスキンソンさんはエーダの開発者なんですけども、このね、イーサリアムもやっぱり手掛けておられるんですよね。イーサリアムのメインの開発者でもいらっしゃるんですよ。で、そのチャールズ・ホスキンソンさんがかなりのね、本腰を入れて、もう自分の最後の仕事として取り組んでいるのがこのカルダノのエーダというものになりますから、当然イーサリアムと同じような機能、それ以上を実装するものと考えられております。ということでね、私の話は以上なんですけども、また次回ね、今度は社会とどういうふうに ADA っていうのが絡んでいくのかっていうことを通じて、ADA のね、魅力にもっともっとね、関心を寄せていこうかと思います。そしてこれは肝心なことなんですけども、 ADA のホルダーさんにね、お話します。ADA の価格どんどん上がっていくと、ちょっと金銭的に嬉しいじゃないですか。 ADA の価格を上げる方法って非常に簡単なんですよ。 ADA の何が素晴らしいのかを理解して、それを発信することなんですよ。そうするとですね、 ADA ってすごいなと思う人が ADA を少額でも購入すると、その積み重ねが ADA をどんどん価格をね、上昇させるんですよね。なんせ ADA って売れれば売れるほど価格が高くなるわけなんですよ。これ当たり前ですけどもね。でも自分では買い増しをせずに、自分では ADA の魅力を伝えずに、自然に上がることを待っていれば、これは本当にね、糸の切れたタコ状態になっちゃいますから、自分の意思で価格を上げようと思ったら、大きな資金を ADA を買うために投入するか、自分の資金がそれほどなければ、ADA を買ってくれるユーザーをね、ファンを増やす活動すればいいんじゃないかなと思います。まあそういった意味を込めて私はこういうような放送をしているわけなんですけどね。で、本日は以上です。
速稼塾の久保です。今日はね、かなり高値をつけているチャートを皆さんと一緒に見ていくことになります。2021年の2月7日の朝6時37分ですよね。では私の大好きなね、コインゲンコというね、カエルちゃんのマネジメントの画面切り替えていきます。このね、左上にコインゲンコって書いてるでしょ。コインゲッコか、ゲッコですね。ゲコゲコって感じでございますけども、だいたいコインマーケットキャップを見てる人が多い中で、私はね、何の間違いか、これをずっと見ることになっちゃったんですよ。まあでもね、私なりにこれ見やすいんで好きなんですよね。まずビットコインの方見てみましょうか。ビットコインはやっぱりね、ダントツの1位ですけども、たまにですね、なんとかビットコインっていうのが出てますよね。まあそれはまた次話します。今ビットコインの価格がなんとね、500万に行くんじゃないかなって言われて、あっという間ですよ。今423万7千ですよ。これすごいでしょ。で、去年の今頃、私はまだビットコインがね、100万円を超えてない時に、100万超えたらもうね、皆さん手に入んなくなるから、買う気がなくなるから、まあ95万のうちに買っときましょうみたいなことをずっと言ってましたけども、あの時ね、買っていただいた方は今結構いい感じでしょ。うん、おめでとうございます。こういうことなんですよ。だから買うべき時に買っておかないと、もうね、今400何十万になっちゃったら、例えばね、ビットコインを一つ買うの大変ですよね。それこそ上場株を買うみたいなことになっちゃって、なかなか難しいですから、まあ、ですんでね、今買うとしたら 0.1 ビットとかになるんじゃないですか。40万とかですよ。それでも 0.05 ビットとかになるんじゃないですかね。それでも20万ですよ。うん、まあそしてこっから買ったとしても、そうですね、これが500万になったとしても、あらり額ってそんなにいかないじゃないですか。うん、だからこれをね、やっぱり100万円いってないうちに買っとけば、もう4倍ということになってますから、100万円が400万になって年収が稼げたよねってことになるわけですよね、ビットコインと。で、イーサリアムも実はね、私いつだったかな、暗号通貨全体が暴落した時にイーサリアム2万5000円ぐらいになったんですよね。まあその時に私ね、ちょろっと買ってたんですよ、イーサリアムを。それが今ね、こんな価格になって20万は超えていくでしょうね。うん、で、大体イーサリアムって10万円ぐらいにはなると思うんで、あと5倍ぐらいの価格上昇はありますから、もしね、ビットコインを買い損ねた方は、今この価格でもいいんで、イーサリアムを一つでも買っといたらどうかなと思います。で、エイダが4位につけました。エイダの最近のね、頑張りはすごいですね。昨日もね、まだ55円だったんですけども、1日経って、現在67円です。67円ってことは、多分エイダをね、最小単位で買った人って40万エイダ持ってると思うんですよ。大体ね。で、それに67かけると、いくらかっていうと、2680万です。ですんで、エイダをプレセールで、10万円とか15万円が1単位だったと思いますけども、それで買った方は、今、2600万、2700万ぐらいですか。うん、十分な利益ですよね。100万円買ってた方は、2億6000万ですね。ですんでね、当時、まあ、大阪でセールスが始まったと思いますけども、ADA の、チャールズ・ホスキンソンさんとかいらっしゃいましたよね。私もお会いしたんですけどもね。このエイダ、すごいですね。うん、多分、日本で手に入れる権利が私たちにあって、幸運にもその話を聞いた方っていうのは、まあ、十中八九購入したと思うんですよ。今ね、ちょっとしたバブルじゃないですか。なんか、時短要請、時短営業で6万円もらったみたいな、その、休業バブルっていうのが、あるみたいですけども、そんなの目じゃないですね、今回はね。で、私が個人的に目をつけてるリップルなんですけども、価格はなかなかいいところに戻してきましたね。何なんでしょうね、リップルは訴訟になって消えるんじゃないかなっていうふうなことも言う人いましたけども、消えるんですかね、リップル。なんか価格持ち直してきましたよ。ずっと20円とか25円でうごうごしてたのが、今ね、40円50円っていうのは標準価格になりつつあるかなってことですよね。うん、その他ね、そうですね、チェックするとしたら、なんでしょうね、シンセティクス、聞いたことないな、いっぱいあるんだな、あ、ネムね、ネム、私ね、5円になった時買ったんですよ。有名になったじゃないですか、何にしても。で、5円で買って、今、6倍になってますね。うん、だからね、ネムっていろいろ問題あって、ハッキングされたりしましたけども、でもやっぱりあれほどね、有名になるってことは、値段が持ち直す可能性が高いんですよね。やっぱり知られてるってこと大事なんですよ。このトップランキングの10位20位まで、例えばアトムっていう暗号通貨知ってます？ EOS はまあご存知の方いると思いますけども、
ユニスワップとかやっていうね、15位の暗号通貨とか知らないですよね。アーベとかね。だからね、モネロじゃないわ、ネムってのが知られてることがっていうかね、いかに強いかってことなんですよ、知られてるってことが。寿司面白いのありますね。 OKB トークンってなんですかね。ネオ、あー、フォービートークンってのもあるんだな。バイナンス USD とかね、アイオータ、いろいろと物議を醸し出してます。アイオータもかなり値段上げてますね。というところでね、暗号通貨の価格見ていきましたけども、皆さんね、持ってる暗号通貨上がったでしょうか。やっぱり価格っていうのはこういうふうにもう暴れん坊でね、上がったり下がったりするんですけども、まあ5000円でも1万円でも買っとけばいいんじゃないかなっていうのが私の思うところです。おそらくね、多くの方が5000円1万でしたら毎月拠出するのにそんなに無理はないと思うんですよ。でそれをね、10万とか100万いこうって話をするから乱れてくるんですよね。基礎的な収入が例えば毎月100万とか200万入ってくる方はそれは10万20万という単位でエントリーしてもいいと思うんですけども、やっぱりね、自分の所得に合わせた余剰資金っていうのは毎月の収入の大体 1% ですよ、だから20万円の月給の人って2000円ですよね、毎月毎月余剰資金として考えていいのは。でその2000円がなくなっても生活破綻したいでしょ。でも 1% じゃなくて 10% 傾けちゃうと少なくとも1ヶ月はきついじゃないですか、そういうことを考えると、私はね、余剰資金っていうのは月収の 1% っていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思ってます。で本日の補足です。エダコインを持ってるあなたはラッキーですね。おととい70円台だったのが昨日は80円台になったよっていうことを放送してね、ワクワクしたんですけども、今日は90円台になりましたよ。明日は100円突破するんじゃないですか。なんかね、1日ごとに300万ずつ儲かってるような計算なんですけども、日当300万、それがあなたの正体でございます。じゃあ画面を切り替えて見てみましょうか。なんかね、ワクワクしますね。生きていくのが楽しくなってきましたね。私と同じアラフォー、アラフィフ世代の皆さん、ロスジェネ世代の皆さん、なんかね、春が来たような気がするもん。春が来たような気がする。 ADA を例えばね、最小単位10万円だったかな、15万だったかな、買ってるだけで今老後資金できちゃいましたね。よかった。しかも1日300万ずつ儲かってるって、これすごいラッキーじゃないですか。じゃあ画面を切り替えた方を見てみましょう。今切り替わってますかね。切り替わりましたね。はい。コインゲッコというところでヤモリを見てるんですけども、ビットコインはね、なんか50万円ぐらい値段が下がりましたね。ビットコインは今、例えばね、10万円買おうとするじゃないですか。で、倍の20万円になるかって言ったら、ビットコインがこれ1000万にならないとそうはならないんですよね。でもどうですかね、 A だってこれからね、今10万円買おうとするじゃないですか。で、日々値段上がってるわけですよ。で、その上がり格がでかいんですよね。まあ、ですんで、今のエーダが90円ですけども、これが、例えばね、200円になった時って、投じた10万が20万になってるっていう計算ですよね、当たり前ですけども。だから、エーダにちょっとね、乗っておくのって、今からでも悪くないんじゃないかなって気がしますね。で、私はもう買わないですけどもね、もう 0.02 円の時に仕込んじゃったんで、最初のプレセールで買ったのがね、うわぁ、こんなになっちゃってんだ、みたいな感じですね。それから上場後の通貨ばかりを私は買い求めてきました。リップルもそうですよね。リップルも今本当にね、含み益に変わってきて一安心でございます。諦めかけていたんですけどね。で、イーサリアム、これを私2万5000円ぐらいの時に買ったと思うんですよ。だから7、8倍にもなってるんですけども、イーサリアムはあと5倍ぐらいは伸びてくれると思うんでね、いつまでになるかわかんないですけども、まあここ5年とか10年とか考えていくとそのぐらいになるんじゃないかなと思います。ビットコインすごいですね、やっぱり。もうビットコインも王様ですよ。で、バージョンアップが基本的にないんで、この形で評価されてるってことですよね。で、イーロン・マスクの、なんですかね、テスラモーターズも買ったじゃないですか。っていうのになると、取引先も買うだろうし、決済会社も買うだろうし、ビザとかマスターとかもビットコインを買うような流れが来るんじゃないかなと。だからビットコインね、今ね、1000万円はもう楽にいくと思うんですけども、1億円とか、だからこっからですよ、10倍とか20倍とかありえるんですよね、ビットコインね。ただ10年がかりとかになると思いますけどもね。ただ私はビットコインを今でもね、去年100万円を超えるまでに買っときましょうって言いましたけども、でもね、もう今からでも買ってもいいのかなと思いますね。
うん、だから 0.01 とか買っとけるんじゃないですか。 0.01 ビットとか 0.5 ビットとかね。さすがに1ビット買うと500万近くになっちゃうんで大変ですけども、2分の1ビットとかね、3分の1ビットとか無理ない金額をどうかなと思います。 ADA の方を見てみましょう。はい、90円超えたんですけども89円87になりましたね。すごい、もう右肩上がり、絵に描いたような右肩上がりです。もう言うことなし。はい、もう言うことないんで何も言いませんということで ADA 良かったですね。私のね投資仲間の、K さんもビットコインが値上がりしたからなんかジャケット買ったみたいですねジャケット、まあそのくらいがちょうどいいですよ。私たちの暮らしは特に変わりませんし、この今回のね ADA コインの値上がりっていうのは別に私たちが何か努力した結果ではないんで、本当にねラッキーなんですよ。だから有頂天にならずに今の足場を固めていかないといけないかなと思います。で本当にラッキーであるんですよ。だからこれにあぐらをかかないようにしないといけないかなと、これからもますますね勉強に勉強を重ねて、自分で生きていく力を真摯にやっぱこう向き合って身につけていこうかなと思います。これであぐらをかくようなことがあってはいけないかなと思いますんでね、より一層身を引き締めていこうかと思います。それでは今回は以上です。ADA値上がりしましたね。おめでとうございます。